エガーイザイムジーどうもよじです。本日もよろしくお願いします。はい、ということで、えー、かなりね、あの、久々の投稿になってしまったんですけれども、あの、アカウントがね、えー、停止されておりました。いや、ついにっていう感じですね。はい。あのー、まだね、公開してない動画の、 えーえー、非公開の分になってた分、サムネイルがね、引っかかっちゃって、で、それでちょっとね、停止っていうことになっておりました。で、停止されてたのは一週間ぐらいなんですけど、まあ、あの、ちょっとね、えっ、ー、と、それプラス、ちょっとバタバタしてて、あの、動画が撮れずっていう感じで、まあ、ちょっと、今どれぐらい ?10 日ぐらい空いちゃったのかな <laughs> はい、ちょっとそんな感じなんですけれども、はい、あの、またね、えー、ちょっと、 気をつけつつ投稿はしていきたいなと思っております。はい。でね、あのー、ちょっとね、停止されてる間に新しく機材を買いました。えー、っと、カメラですね。はい。えー、っと、今撮ってるのがソニーの α7s Mark II っていうやつなんですけど、こ、こいつがですね、えー、っと、同じくソニーなんですけど、えー、α7r Mark II となっております。 見えるかなはい。こんな感じですね。はい。こいつを買いました。っていうのが、えーと、ちょっとね、この2カメ方式で、ちょっとサブちゃんとかもね、撮っていきたいなと思ってて、あの、ここら辺にね、セッティングして、あの、こう、正面はいつも通り移して、で、こう、ここにね、あの、メインチャンネルやってみたいな感じで、テーブルを置いて、 で、あのー、その商品の開封とかもね、映しつつみたいなのやりたいなと思って、もう一台買いました。はい。まああのー、ちょっとね、あのー、もう一個のその FC2 のビデオとか、そっちもちょっと力ね、もうちょっと入れてやっていきたいなと思って、まあ、それもあってね、それにも使えるので、はい。えっ、ー、と、こいつがですね、えっ、ー、と、僕今までカメラ何台か持ってたんですけど、 あの、HDMI で 4K 出力できるのが今撮ってるこいつしかなかったんですね。なので、ちょっと HDMI で、えー、と出力、4K が出力できるやつっていうことで、こいつを買いました。α7s2 をね、2台買ってもよかったんですけど、まあ、せっかくやったら、あのー、これね、高画質機え、高画素機になるんですけど、もうあってもいいかなと思って、はい、それでこいつを購入しました。 で、まあ、ああのー、そのね、二大体制になったら、あの、生配信とかもね、あの、開封配信みたいなのもできるかなと思って、そういうのもね、やりたいなと思って、はい。ちょ、そのためにね、こうやって機材を揃えました。まあ、ああのー、ちょっとね、僕、もかその、パンツをね、買う量と、この配信の量っていうのが全然追いついてなくて、どんどんね、パンツが増えていくので、まあ、それても開封配信とかでね、一気にバーってこう、あのー、配信 しながら、あのー、まとめた、開けてきたらね、その方が早いかなと思って、はい。そういうのちょっと今後やっていけたらなと思っております。はい。まあ、ちょっとね、それがいつからできるかわからないんですけど、でも、なるべくね、ちょっと近いうちに始めたいなと思ってて、で、ね、までもそれをね、このサブチャンでやるのかメインでやるのか、ちょっとね、そこら辺もまだ考え中なところなんですけど、またね、正式にちょっとどういう形で配信しますっていうのが決まったら、こちらでね、えー、お伝えしたいと思います。はい。 で、えっ、ー、と、まあちょっとね、カメラの話だけだとあれなので、えっ、ー、と、今日もね、アンダーベア、紹介したいと思います。はい、こちらですね。えー、エッジさんの、えー、ラグビークラシックっていう、はい、えー、トランクスですね。ちょっとまず先開けましょうか。 こんな感じのね、トランクスになっております。これちょっとね、画面じゃ分かりにくいかもしれないんですけど、白の生地にね、白のプリントで、えー、これ角度で分かるかなラグビーって入ってるんですけど、はい。うん。ちょっとうっすら <laughs> 見えますかね。はい。で、これね、あのー、メルカリに出てたんですよ。で、これ、サイズが、えー、っと、こっちで見たらいいか。はい。 2XL ってことでね、めちゃくちゃでかいんですけど、まあ、僕のね、サイズでは到底ないんですけど、ま、あのトランクスなんでね、こうゆったり入ってもいいかなと思って、ちょっと大きめが安くでね、出てたんで、買ってみました。これね、あのー、この間ね、お店に行ったんですよ、久々に。ちょっと買い逃したやつがあったんで。で、そこで、まあ、これの違う色が置いてあったんですけど、このね、生地がめっちゃね、いいなと思って、ちょっとね、こう白じゃわかりにくいんですけど、うん、このね、独特のこうサラサラした、 あの、いつものね、パンツの生地とかとちょっと違うんですよ。うん。なんかこう、なんて言ったらいいんですかね。着物とか、あの、浴衣に使われてる感じのこう、なんか和っぽい生地って、<laughs> なんて言ったらいいんかな。なんかね、ザ、ザラッとした生地なんですよね。なんですけど、こう、なんていうか、こう、化学繊維特有の光沢感もあったりとかして、すごい綺麗な生地で、はい、いいなと思って買いました。 まあこれね、あのー、まあどう、どうなんかなと思って、あのサイズ、あの、大きめでも全然トランクスだったらいいかなと思ったんですけど、こう開けてみるとね、結構でかいっすよね。うん。まあちょっと履いてみないと、あれなんですけど、ちょっと一回履いてみましょうか、とりあえず。はい、じゃあ履きまーす。せーの。はい、こんな感じですね。 白はこうなっております。まあトランクスなんで別に、こうやってブカッと履く分にも、別にそういう履き方っていうのでもありかなっていう感じですね。あのー、サイトのな、ね、い写真だとやっぱり、まあ、もうちょっとピチッとね、しっかりあのー、こうフィットする感じで、こんな感じで、はいは、履かれてたんですけど、まあこういうラフな感じもいいかなって感じですね。で、ウエストもまあ意外と、なんて言うんだろかね、あの、ちゃんとホールドしてくれるぐらいには、 はい。あのー、締まりがあるんで、まあ、ずり落ちてくることはないかな。僕の体験やったら。うん。でも、可愛いでっすね。なんか、あのー、本当に、なんて言ったらいいのちょっと短パンに近いシルエットになりますね。こんだけゆとりがあると。はい。まあ、カラーによって、 ではまあ、たんでも短パンです。これで外出たらさすがにおかしいですね。ちょっと短すぎますね。もうちょっと、もう気持ちだけあったら短パンとしても使えなくはないかなって感じなんですけど。まあ、ルームウェア的な感じですかね。うん。まあ、なんかね、こう、あんまり、キュッと締めたパンツずっと履いて、あれしてると、ね、ちょっと窮屈かなっていうのがあったりする時とか、こうやってね、ゆったりしたの履いて、はい、寝る時とかもね、いいんじゃないかなと。 思いますはい。まあそういう用途でちょっと使えたらなと思って買ってみました。もうこの生地がね、やっぱ気持ちいいですね。うん。いや、すごくいいと思います。これちょっとね、他の、あのー、カラーもね、ちょっと欲しいなと思いましたね。まあ割と僕やったら L とかでもいいのかな。L か XL か,か L かで悩む感じかな。あんまりね、せっかくのトランクスなんでね、ピタッと吐くよりは、こうゆったり履きたいなっていう感じですね。はい。ということで本日はこちら。 えチ、ー、さんのね、ドランクスを紹介させていただきました。ちょっとね、あのー、今後ね、更新なんですけど、ペースね、ちょっと落としていくかもしれなくて、あのー、FC2 とかね、ちょ、そっちの方を今、ちょっとね、あの、ちゃんと更新していきたいなと思ってて、今まであの、月1回更新できるかどうかぐらいな感じだったので、それを、まあ、理想はね、月3本とか出せたらいいなと思ってて、 うん。だからそうするためにはね、ちょっとね、YouTube の方とかをペースを落としつつ、まあ、ちょっとね、止めたくはないので、あの、週1、最低でも週1は絶対更新するようにはしたいなとは思うんですけど、ちょっとね、はい。こっちはゆっくりさせてもらうかもしれません。はい。ということで、じゃあそんな感じですかね。はい。では、Thank you for watching my video. 最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。s e e you next time. Bye.